はい、どうも、翔平 TV です。本日は先日行われました、はたやカップの試合をお届けいたします。はたやカップとは、埼玉県深谷市にあるはたやスポーツさんが協賛されている草野球の大会で、埼玉、群馬、栃木、東京の草野球チームが集まっている大会です。本日の相手は、栃木県小山市のデビルゲイズさんです。とてもいいチームと聞いております。はい、スライダーですね。安定のスライダーで打者を打ち取っていきます。これもスライダーストライク。追い込んだ次の1球でまっすぐをセカンドゴロ、アウトとなりました。はい、次のバッターもスライダーでカウントを取ります。はい、これインスラですね。インスラ良き打者を追い込んだ後、インコースのスライダーをサードに強い打球を打ちまして、サードが弾いてしまい、バッターセーフとなりまして、次のバッターストレートでストライク。高々と上がったフライはショートフライとなりました。体格のいいバッターが打席に立します。うまく引っ掛けさせてピッチャーゴロで抑えました。はい、そして2回、カタカタ上がったフライはフェンスギリギリ、ライトフライとなりました。危なかった。はい、こちらはスライダーですね。スライダーでサードフライとなりました。そして次のバッター追い込んだ後の1球、外スラでなんとか三振と。3回ですね、ストレートで空振り。これはスライダーでストライクと、ツーストライク追い込み。三振となりました。主審の方のパワフルなジャッジにもう本当にびっくり。こちらスライダーでまたストライクと。これもスライダーですね。はい、これもスライダーでレフトフライで打ち取れました。はい、これもスライダーですね。スライダーとっても多いですね。で、これはストレートで見せ球と。これはスライダーが外に外れました。はい、これストレートが引っかかりすぎましてフォアボールとなりました。まっすぐを打たしてファーストゴロとなりました。エクスプレスの攻撃、ランナー一塁でバッター藤野ヒット落ちまして、タイムリー、二塁ランナー起塁なるか。はい、生還となりまして、ボールをそらした隙に次の塁に進みます。ナイスバッティング。これで1対0となりました。1点リードしたこの裏、高いバウンド、うまくさばいてアウト。ナイスサードハイタッチ。
高めのストレートを打ちましたが、ファインプレーでセンターフライ。はい、インコースに食い込んでくるスライダー。そして次のボール、ストレートがセカンドゴロとなりまして、チェンジ。そして5回、はい、スライダーでストライク。カーブでサードのファインプレー、またもやファインプレー。はい、スライダーを打ち上げてキャッチャーフライとなりまして、はい、スライダーを打たしましてセンターフライでチェンジとなりました。5回までノーヒットノーランです。そして6回、初球バコーンとスライダーを打たれまして、速攻ですね、ノーヒットノーランならず、地味にショック。次の打者を追い込んでインスラで三振と。キャッチャー頼むよ。そしてその後エンドランをされて一塁アウトと。これで2アウトランナー2塁となります。そして次のバッターで悲劇がカキーンと打った当たりはライト FR かなと思っていたらギリギリフェアで、しかもエンタイトル2ベースとなり1点返され、1対1となってしまいました。その後2アウトでスライダーで三振と、振り逃げはならずアウトでチェンジとなりました。そして7回、スライダーをちょんと当ててセンターフライとなりまして、ワンアウト。次のバッターもスライダーを打ってサードゴロとなりまして2アウト。で最後のバッターがゲーンとスライダーを打ってキャッチャーフライでチェンジとなりました。これで延長戦サドンデスへ入ります。8回、ワンアウト満塁からスタート、先頭を四死球で1点追加されました。2対1、まっすぐを投げたらポカンとライト線へヒットを打たれてしまいました。やばい。これ3対1、4対1、そして5対1と走者一掃のツーベースを打たれてしまいました。マウンド上にキャプテンが駆け寄ります。そしてボールに血がついてるよ、実は中指と人差し指から出血が出ておりました。ま、大丈夫っしょ。そして2アウト、ファーストさばいてチェンジとなりました。8回裏、エクスプレスの攻撃はサードゴロの間に1点を返します。5対2。そして2アウトでキャプテンの藤野くん、追い込まれた次の球でストレート、インコース見逃し三振となりまして、残念ながら敗北となってしまいました。非常に悔しい結果となりましたが、まだシーズン序盤どんどん状態を上げていきたいと思います。デビルゲイジさん、本日の対戦本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。3000人突破したらあのプレゼント企画やります。応募条件はコメントとグッドボタン、グッドボタンとあとはチャンネル登録、この3つでやっていきたいと思います。いいですか？ OK です。で、応募の期限は3月末から、3月末で4月に発表って感じでいらします、はい、なんであのコメントと、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。
やった